ディアガールダーナッツ。何かに悩めるディアナガールから僕らのところに普通のストーリーこと普通ストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネーム熊野八さんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。では紹介していきましょう。熊野八のお便り。社会人になり、学生の頃より出会いが少なくなっていることに気がつきました。そこで以前の談話室での匂わせプロフィールを参考にマッチングアプリを始めてみようと思ったのですが、プロフィール以前に登録できるような写真がありません。マッチングをしたくなるような写真ってどんな写真なのでしょうか。こんなメールが来るんですな。もうやっぱマッチングアプリって今もう当たり前みたいですね。そうなんだね、プロフィールと同様に写真も大事なんだね。ちょっといいですか。あ、今本番中なんでしょ、ごめんね。僕たちの和立ちの作詞でおなじみの高垣ですけど、あ、これは高垣先生、はい、でも今本番中ですけど大丈夫ですか。先生です。そうですか、わかりました。先生が大丈夫なら大丈夫です。あ、そうですか。はい、以前裏談話室で、僕今家財道具一式急遽必要になったっていうお話したじゃないですか。裏談話室の方でされてましたけど、裏談話室ならではの話かなと思ってたんですけど、表に持ってきますか。ちょっとそれと同じことが理由なんですけど、たまたまマッチングアプリに大変興味がございまして、急にある日を境に急にマッチングアプリに興味が湧きました。興味が湧きましたか。がぜん、はい、そうですか。湧いたというか、もう手を出してまして。もうやってんじゃん。マジか。やってんのかい。はい、じゃあすでにもうプロフィールあったりするんですか。あ、はい、僕のプロフィールあるんですけれども、ちょっとなかなかうまくマッチングが僕しないんですよ。あ、そういうもんなんですね。先生クラスでも。そうですね、マッチングしない。やっぱりこう、そう、今までは必要なかったんですもんね。そうです、はい、今までは必要なかったんですけど、急に必要になったんですもんね。本当に一日も早くいち早くなので、ちょっと僕そうですか、プロフィールをお二人にちょっと考えていただきたいなという。まあといってもですよ、いい、僕らもぶっちゃけプロフィールって何がその項目としてあるのかさえ分かんないから。そうね、それ分かんないもん、ね、僕の現在のプロフィール、はい、今使ってるアプリのプロフィール、ワークのプロフィール、これ読んでいいの。あ、もうどうぞ読んでみるね。はじめまして、東京都在住の33歳です。仕事はライターです。くだらない話をしてゲラゲラ笑っている時間が好きです。いい人みたいだな。趣味、筋トレ、週1から2のビギナー、そして映画、マーベル、ディズニー、コンサトシ、そしてスターウォーズ、そして漫画、ジョジョ、ワンピース、ギャグ漫画日和、金子厚、そして好きなもの、子供、友達の子供と遊ぶのが好きです。そして動物、昔実家で猫をたくさん飼ってました。おばあちゃん、バンプオブチキン、以上が好きなものです。なるほど。お酒は超弱いですが、飲みの席やおつまみは好きです。非喫煙者です、パートナーとは互いに思いやり心地よい時間を過ごせる関係を築きたいです。ここまでプロフィールを読んでいただきありがとうございました。はいはいはい。結婚を考えたお付き合いを希望しますがまずは気軽にお話だけでもできれば嬉しいです。よろしくお願いいたします。完璧じゃないですか。まあ、完璧っていうか、僕ら高垣くんを知ってるから、高垣くんのとね、真面目に付き合いたいなと思うんだったら全然いいんじゃないと思っちゃうけれども、そうね、全く分かんないわけじゃない、高垣くんのことを。この普通見てる人はさ、だとしたらやっぱもうちょっと何かフックがないと、これだと普通すぎて相手には素通りされちゃうんじゃない？いや、クソつまんないよこれ。ああ、いや、それはおお、いきなり作家喋ったな。そうか。一個も面白くない。あの、面白くないって言ったら面白くねえんだけれども、高垣君の必死さは伝わってくる。そうね、誠実だもん。誠実な感じするもん。はい、すごく、ね、面白さなんてどうでもいいんですよ。そうだよね、そうじゃないんだもんね。作家が求めてるのは面白さなんだよ。はい、で当然この番組だから面白さを求めてるんです。さあ、まあ、じゃあどうしていきましょうか。神谷さん、一個気づいたの。はいはい、今ね、紹介し忘れたけど、ニックネームつけてんの。ニックネーム？ニックネームね、卵かけご飯。はい。これなんでこれ？あの、高垣が TKGK なんで、卵かけご飯にしてます。うわー、なんかいろいろひねってるね。あと黄色が僕イメージカラーなんで。好きだもんね。はい、黄色で。だからもう会った時に、あ、
卵かけご飯ってそういうことかっていう伏線回収をしたくてちょっと今こうしてますただまあ伏線回収というか伏線にな回収するまでにたどり着けねえぞこれまだ会ってないんです。そうだよね、はい、ちなみにこれ会ったことあんの誰かと。一人だけ。一人だけ、はい、そうなんだ。はい、一人だけ会って45分遅刻されました結構なもんだな。その話は裏談話室でしょうか。あ、ね、後ほど。あ、じゃあどうしていけばいいんだよこれは。ニックネームをまず違うのにする。生きのいいやつにしようよ。卵かけご飯だとな、うん、どうしたらいいですかね。したらもうさ、卵かけご飯の TKGK、はい、で高垣なんで TKGK なんですけど。あ、でも TKGK でいいじゃん。もう TKGK でしょ。 TKGK、 はい、世界の TKGK でいい。世界の TKGK だよ。世界の TKGK、 世界の TKGK か、はい、はい、TKGK ですっていうテンションの、うん、それ冒頭だね。じゃあ冒頭の、うん、冒頭の挨拶はそれだ、うん、そういう感じの、はい、あとはなんだ。もう本当俺分かんないんで、やったことがないからさ。アピールポイントが欲しいです。アピールポイント、まあ普通にさ、まあ、都内在住はいいよねきっとね。アピールポイントとしてはね、問題ないでしょ、うん、いや、アピールは優しいところですね。優しい男なんてクソつまんねんだよ。はい、まあさっきそうだよな、ね、つまんなかったもんな。優しい男はね、つまんないんです。あと優しいは基本なんで、優しさの中にやっぱりこうにじみ出る何が欲しいわけですよきっと皆さんと、ね、あえて言うぐらい優しいですね、うん、僕はあえて言うぐらい優しい。なるほど、はい、優しさしか取り柄がない男なんてクソつまんねえんだよ。おい、なんだこれ、デジャビューだぞ。1,2 分でデジャビューすんじゃないよ。そうなんだよ本当に。何回も書くか。じゃあ優しいです。優しいです、本当に優しいですすごく優しいです。でもそれはどういう優しさなの。じゃあ言いたいです。あ、ま、これぐらい優しいですっていう。あと、カバン持ってあげるとか。おカバン持ってあげる。はい、うん、そんな持たしとけ相手に。あと、あの車の側歩くとか。車歩道側、はい、歩道ね、車道側歩くみたいなこと、はい、だからそんなんだって俺に言わせりゃ当たり前なんだもん。ああそう、おお、だから歩道を歩くときに車道側を歩くでしょ、はい、でもっと優しくなればいいわけだよね。車道を歩きますでいいんじゃないの。いや、それバカだから、うん、だからかっこよく当たり前の優しさは持ち合わせていますっていう。ああ、かっこいいですね、それ。当たり前の優しさ。当たり前の優しさは持ち合わせています。当たり前の優しさは持ち合わせています。まあ感じ悪いけどね。やっぱ自分からね、なんか言わないけど。持ち合わせていますっていうのがなんかいいですね。持ち合わせているはちょっとそうだね。はい、頭が良さそうです。あ、持ち合わせています。大事だね。はい。頭良さそう。持てるよ。予約とかチケットとかもどんどん取りますし。取れるんだ。はい。なんか並んどけとか言われたら並びますし。本当何でもやるんで。便利屋さんじゃん。お願いします。マッチングしたいです。もう必死すぎてちょっと怖いわ。必死すぎるな。はい。あと、ちょっと、その、神谷さんと小野さんと知り合いっていうのを匂わせてもいいですか。僕らと知り合い、それがプラスになるかどうかわからんけども、匂わせんなって匂わせるか。ちょっといいですか、ちょっと匂わせていただいて。全然いいよ。なんか情報持ってますみたいな。うん、なんかどういうこと、それ、なんか裏情報的なやつ。まあ、やっぱり得があるよってこと伝えたいんで。なるほど、なるほど。なんかその僕らにの情報としてさ、なんか暴露されるようなこと、お前は知ってるのか、じゃあ。まあ、ここの1年で貯めたものは。怖なんか怖お前怖何を知ってんだよ、怖えよ。そういうの持ってますっていうのはありですか、ね、それバラさなければね、何かは知らんけど。まあ、バラすかバラさないかは、やっぱ会ってからですけど、プロフィールにとりあえず。お前優しくねえじゃねえかよ。そうだよ。女性には優しい。あ、女性に優しい、はい。俺らに対しては優しくねえ。求められちゃうと断れない。あ、なるほどね。はい、あ、そういう優しさあるよね。そうですね。俺はもう優しさじゃねえんだよ、本当。そういう、まあ、あてか芸能界全般的にいけますっていうふうに。あ、だからまあ、そういうのはいいんじゃない。だからさ、はい、なんだっけ、ライターって書いてるでしょ、はい、だからそのライターっていうのは僕はあんま良くないと思うんだよね。はい、職業。商業としてはさ、まあ、ライター正しいんだけれども、うん、やっぱこう作詞だったりとか、もう具体的に書いてったらいいんじゃないの。じゃあもう作詞。作詞。あとはまあ、その、やっぱ放送作家だよね。放送作家。ああ、放送作家っていうニュアンスとしては、業界の人なんだっていうのはあるわけじゃない。ああ、いいね。そう、だからまあ、作詞、放送作家など、ライター業をしていますっていうね。かっこいい。うん、で、そっからだ。多分、俺思うんだけど。何、神谷浩史、小野大輔と繋がっているっていうことを匂わす、うん、声優さんアテンドできますよ。
アテンドできます。もうお前絶対使われねえよ。引き強いと思うよでもこれ。かもしれんな。みんなね、興味があるんだよそういうことに。できた。できた。まとめたよ。まあできた。はい、あそうなんだ。じゃあ、まあ一応僕らが適当に喋ったことをですね、はい、構成スワがですねまとめてプロフィールにしましたんで、はい、じゃあ自己紹介お願いします。名前は世界の TKGK。はい、TKGK です。優しいです。本当に優しいです。すごく優しいです。見ず知らずに帰って言われた高級な絵画でも買っちゃうぐらい優しいです。バカじゃん。当たり前の優しさも持ち合わせています。あと金ちゃんの弟子です。金ちゃんと二人で歩くときは車道側を歩きます。職業は作詞家です。あと放送作家です。つまりほぼ秋元康です。よろしくお願いします。あとです。よろしくお願いします。具体的に二人名前出ちゃってるけど大丈夫？で、大丈夫です。金ちゃん見ないんで大丈夫です。まあ金ちゃんは見ないだろう。そういうことか。金ちゃんは見ないだろうけれどもや。そういう問題かよ。それはさ多分ね世代的に俺らよりちょっと上じゃないと刺さんないやつだね。俺とかはうわって思うけど会ってみたいって会ってみたいと思って同性からのオファーが死ぬほどいくと思うけども40代以上の同性からのオファーが来るよ、うん、そうだね、まあ、じゃあそれを上げていただいてねどうなったかは交互期待ということでということでディアネーム熊梨さんよかったら高垣君と出会ってあげてください。神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズ。